はい、こんばんは、ぐっさんです。今回は釣りします。海釣り、時期がね、2月の中旬です。ターゲットはデカメバル、20センチ以上のメバルですね。頑張ります。着きました。ここはあれですよ、この間生後いっぱい釣ったとこですよ。で、風が今日もすごい強いです。で、潮はね、干潮でございます。干潮ってあれですよ、お尻の穴に刺すやつじゃないですよ。今回もね、例によってまずはエビサギのピンクを投げます。ベビーサーディンで当たり全くないんで、ちょっとね、ここでやけくそになって、そこの方を狙ってみますね。ジャッカルのね、ちびっぽいのワンかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど。で、これね、バス釣り用のタックルです。ちょっと短いんですよね。もうね、時刻が12時を過ぎました。次ね、満潮になるのが5時半かな、あと5時間後ぐらいです。やばいな、もう何でもいいから釣れないかな。ちょっと場所移動しますよ。場所移動、歩いて行ける距離ですね。ごめん、やべえよ、このまま釣れなかったら。うわ、なんだこれ、サメやんけ。お、生後だなこれ。今までやってたところからね、100メートルぐらい離れたところに来て、で1投目でかかりました。生後ですね。で、ヒットしたのがこれ、メガバスの80だっけな、うん、あー、ようやく1匹目です。こいつはリリースします。いやー、結構ね、水位が上がってきましたね。さっきあれですよ、もう着水と同時にね、バイトした感じですね。いやー、よかったよ、坊主かと思っちゃったよ今日。次はこれ試してみます。コアマンのミニカリですね。オレンジ色と白の。お、成功です。
30回いかないと結構大きめです。ほら来た、あれこれなんだ、あ、セイゴだ。こいつ28センチでした。お、来た。4匹目です。結構綺麗な生後ですね。ちっちゃいです。いや、アルカリ釣れるじゃん。今日はね、あのクーラーボックスを持ってきてないんで、生後はねちょっとリリースですね、全部。いや、ショートバイト。ラッキー。フィッシュ。あ、ワームが切れた。ミニカリ取られちゃったんで、次はねこれまたね、バークレーのベビーサーディのピンク、これを投げます。メバルが釣れたらいいなって思います。すごい暴れるビチビチやんけ。成功です。これ上から見るとなんかハゼみたいだな。メバルちゃん、やっぱりね、生後アシストックないとね、バラすわだ、あ、お、お、あ、あ、あ、いやー、すげえなこれトゲ。うわっ、
これかな、さっきから匂ってたの。怖いでちゅー。ちょっとあれかな、同じやり方ばっかりやってるから成功がかかるのかな。まあでもありがたいことですよね。今回もね成功しか釣れませんでした。同じやり方ばっかりやってるからなのか、いや家に帰ってねいろいろ勉強してからまた挑戦したいと思います。今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。さようなら。